2011年の秋におばからもらった電話をもとにですね、ほとんどノンフィクションで、作った歌であります。秋の便りという歌を聴いていただきます。東京で一人暮らし始めてから、毎年届く小包みは、二本松に住むおばからの秋の便り。ぶどうや梨やリンゴ、それから祖父が取ってきたキノコや、そっと忍ばせた小遣いと、元気ですかと短い手紙。そして箱に書かれてたのは、本当の空がある文字。大丈夫と言い聞かせては、言い知れぬ不安に壊れそうになるけど、そんなさりげない優しさがいつでも小さな背中を支えてくれた。数年前に祖父も亡くなり、それでも届けてくれる秋の便り。でも今年届いたのは福島のものじゃなかった。電話をすれば変わらない声、それでも寂しそうに笑って、今年は福島のものじゃ誰も喜んでくれないからと言った。電話を切ってなぜだか涙が溢れて止まらなかった。僕誰にも必ずふるさとがあり、それぞれの日々を精一杯に生きてる。本当の空も川も風も少しも変わることなく、そこにある。電車の窓流れてゆく街を夕日が染めてゆく。僕のふるさとは元気ですかと東京の空に尋ねてみる。この空
も必ず誰かのふるさとになり、あの街へとつながってる。本当の空を見せたい人ができたから、今度帰る時に連れて行こうと思う。どうもありがとうございます。さあ、というわけで聞いていただきました。